はい、コズノの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、前回も伝えましたけれども、ワンピースカードゲーム第2弾、はい、そちらのね、山城屋から抽選販売で当選したものが今日届きました。はい、こちらですね。ダン、はい、プチプチに包まれて届きました。これをね、開封していきたいと思います。とりあえずこのプチプチ邪魔なんでね、剥がしましょう。はい、早速ねプチプチ外しましたが、今回からねボックスなんですが、一つ変わった注意点があります。それがね、未開封品は分かりますかね、テープが貼られているようになったんですよ。前回はねこのテープも貼られてなかったんですよね。で結構転売屋とかがねレアとか抜いたりしちゃって転売しちゃうんで、メーカー側がねテープを貼るというね対応をしてきました。はい、なのでこのテープがねこう切られてる状態はもう開封済みということで、注意喚起がされてるみたいですね。うん、なのでこのボックスの場合はね、ちゃんとテープが貼ってあるかないか、うん、それをチェックするのがいいと思います。うん、やっぱね結構エースとかね、うん、シャンクスとかのシークレットパラレル、あれがね尋常じゃない値段がついちゃってるんでね、はい、なのでね結構抜かれて売られたりね、ボックスに戻して売ったりとかね、それで未開封ボックスっていう風に悪質な転売業者とかがいるんでね、それの対応策ですねテープは。はい、まあ、これもね、まあ付け焼き場状態な気がしますけれどもね、うん、まあ、ということでね、まあ、私のはちゃんとねテープが貼られている状態ですね。はい、ではとりあえずね箱を上上部開封してみましょう。はい、今回はね初のボックスですね。前回はねボックス普通に買えたんですけれども、ボックスが買えないぐらいね入手困難になってますんでね。はい、でボックスはこんな感じで入ってますね。で一番後ろにこれ特典ですね。はい、ボックス特典カード、はい、ボックス購入特典パック、こちらが全6種ですね。うん、これは何が入ってんだろう。うん、とりあえずこれもね開封します。はい、じゃあとりあえずそうですね、まあ1パックずつ、まあ、手前から開けていきますか。で今回からねちょっとボックスで買ったんで、このパックもね、うん、状態よく保存したいんで下から切って開けていきます。はいはい、早速ね一番下のところをちょん切りました全部。はい、早速ね1パックずつじゃんじゃんとね開封していきたいと思います。24パックあるんでね、それなりに数があるんで素早くめくっていきたいと思います。レア、ハンニャバル、はい、はい、レア、上手、レア、ヒナ、お、スーパーレア、来た。エドワード・ニューゲート、
白ひげ来ましたね、スーパーレア。はい、はい、レア戦国。レアマスクドデュース。はい、レアシリュウ。レアキャロット。はい、レアモンキー D ガープ。はい、レアゴムゴムの雨。おお、来た、来ましたね、モンキー D ガープのパラレル。来ましたね、モンキー D ガープパラレル、リーダーカードですね、リーダーカードのパラレル。うん、早々に出たね、早々でもねえか、ちょうど半分ぐらいで出ましたね。はい、レアミスター3。はい、の来た SR スーパーレアのナミ。はい、レア稲妻。はい、レアのスモーカー。レアのサディちゃん。ああ、スーパーレアダブったな、前回ゲオでバラ売りで買ったやつに入ってたスーパーレアのマゼラ。
ダブった。はい、レア桃源戸塚。レア流星火山。お、来たね、ドンパラレルシャンクス。はい、はい、レアのブルック。レアのコビー。はい、レアのモンキー・ディ・ルフィー。はい、レア地獄の審判。はい、ついにラストパック。いやー、ガープのねパラレルが出ちゃったからもう出ないかな。エース出ねえな、やっぱね。最後の最後で来たルフィのパラレル来ましたね。いいね、イラストかっけ。やったぜ、ルフィのパラレル。ということでね、今回出たレアの高いやつはスーパーレアのナミとマゼラン白ひげ、そしてパラレルが2枚出ましたね。リーダーカードのガープとルフィパラレル。いや、これはいい。パラレルワンボックス2枚入ってんのかな。今回のボックス開封初めてだから分かんないな。おお、いいね、やっぱパラレルいいわ。はい、とりあえず当たりボックスですね、どっちにしろ。はい、といったボックス開封以上で終わりになります。いやー、これはね自分の中では当たりだと思いますね。うん、やっぱねボックス開封はいいね、なんかドキドキできる。うん、はい、すみません、ボックス購入特典パックの方をね開封するの忘れてたよ。はい、全6種ってことなんでね、もうすでに下カットしてます。まあ、全6種っていうのはラインナップが分かってないんですけれども、はい、とりあえずまあ何が出るか分かんないけどいきます。はい、せーの、スクワートこれ外れじゃないか。はい、うん、あんこもんだけどキラキラ仕様、これがプロモじゃねえのか。はい、これがボックス購入特典カードですね。はい、あとやっぱね信頼できるところで購入するのがやっぱおすすめですね。
なんか変にアマゾンとかで高値で売ってんのはね、なんか怖いよね。あとなんか今ね、あの注意ほんとしてほしいんですが、アマゾンでね、最悪な出品者がいます。はい。ボックスでの、ボックスでタイトル出品してるのに、商品詳細を見ると1パックで5000円ぐらいで売ってるんですよ。普通に定価ぐらいじゃないですか、ボックスの。だからみんな騙されて買っちゃうんですよ。まあ、キャンセルすればいいんですけれども、間違えてね買う人多いんですよ。で、被害に遭ってる。で、そのね出品者の評価がめっちゃ低いんですよ。星1なんですよ。めっちゃすっげえね、みんな書いてますね、評価に。詐欺っていうね、その詐欺師をね、皆さんでね通報しましょう。はい、一人でも多くね被害者が出ないようにしたいですね。はい。まあ本当ね、ボックス自体がね、もう本当普通に買えるようにしてもらうのが一番いいんですけれどもね。まあ品薄状態はしばらく続くでしょうね。ということでね、今回は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。